大宮総合車両センター大宮総合車両センターは埼玉県埼玉市大宮区西区町にある東日本旅客鉄道 JR 東日本大宮支社管轄の鉄道工場である。下部組織として埼玉市北区本郷町敷地の一部は同市見沼区東大宮三丁目にある東大宮総社場構内に車両検査課管轄の東大宮センターがある。また、 校内には、日本貨物鉄道、JR 貨物関東支社管轄の大宮車両所が併設されている。本校では、総合車両センター、以下、センター本庄と、東大宮センター、以下、東大宮、センター、東大宮総社場と両方について記述する。また、大宮車両所については、別校の大宮車両所の記事を参照。当センターは、 大規模な車両の点検整備や建造のための自社工場を持っていなかった日本鉄道が上の青森間の全通を機に自社工場の必要性が高まり1894年、明治27年現地に設立させた工場を前身として開設から120年以上経った現在も長い歴史を持つ車両工場で鉄道の町、大宮の中心となる施設である。 開設当初は、車両検査、修繕だけでなく、蒸気機関車や電気機関車などの製造もいった。現在は、電車の修繕が主力となり、以前と比べると、工場規模は縮小されている。長く、大宮工場と呼ばれてきたが、2004年、平成16年6月1日に、現名称に、変更した。2006年、平成18年3月18日より、 東大宮総社場構内に、下部組織として、車両検査科管轄の東大宮センターを新設。高崎車両センターと、小山車両センター配置者の一部を転属させて、車両配置をはじめ、所属車両を同所に常駐させ、車両基地としての役割も持つようにした。なお、東大宮センターは、後実の東大宮センター、東大宮総社場の校を参照。また、 本所の解体留置線跡地には2007年、平成19年10月14日に鉄道博物館が開館した。一般公開イベントの鉄道の街大宮鉄道フレアイフェアが毎年5月の第4土曜日に開催され、以前はセンター内だけだったが、2014年より埼玉市と共同主催となり、大宮駅構内及び周辺も会場として加わった。 敷地は、大宮駅の11番線ホーム高崎より、端付近から、宇都宮線と高崎線の分岐点を経て、高崎線に沿った、南北約 1km、東西約 0.2km の細長い敷地で、東北、上越新幹線、ニューシャトルの降下が縦断し、構内には、JR 貨物大宮車両所が併設されている。大宮駅9番線。 11番線ホームからセンター、本所方向を見ると、整備前や、整備済みの車両を見ることができ、特に11番線ホームから発着する、湘南新宿ラインの高崎線直通下り電車や、新幹線と入車取るなら、上下列車の左側かの車窓に、しばらくセンターの設備などを見ることができる。また、大宮駅北側にある立橋、大平橋からは、北側、南側ともに、 内部の一部が確認できる。センターへの出入場は、第2条内信号置セクション内の大宮駅貨物、下り本線10番線と11番線をつなぐ、新札クロッシングから入れ替え線、通路線を通り、通路線の端に、高一分岐機があり、そこから先がセンター、本所構内となり、構内をまたぐ立橋、大英橋の下あたりで何本かに分岐する。 出入り線のうち、18番線から入場している。また、出場は、EC 整備棟から直接、または、通路線隣接の、第3通行線に据え付けた後、入れ替え線を経由して、一旦、シーサスクロッシングから、大宮駅貨物下り本線隣接の大宮駅11番へ、直結する、待機線へ入り、折り返して11番線ホームに据え付けて、各方面に改装される。 設備は、校内南側に、通路線1線、入場線1線、整備線10線、待合線7線、修繕済み車両の出場検査を行う、EC 整備棟1棟、新幹線高架下に出入場、偽装棟1棟、トラバーサー2機、南、中央、中央部に、車体の検査、修繕、改造工事を行う、車体研修棟5棟、車体 AE、 車体の汚れを圧力空気で落とす気吹き胸一胸、車体や台車などの塗装を行う塗装胸一胸、中央部から北部にかけて部品修繕を行う部品研修胸ことを部品 AC、E、回、電気胸一胸、空性胸一胸、計画胸一胸、正面内隣節の食堂、後衣室、治療室などが入居する庁舎、北側に、流地線2線、 配給車ホーム線一線、横回し、線一線、引っ込み線一線、解体線一線、待合線一線、中央部を南北に貫く、中央通路線一線、東側にある市運転線一線である。車内の車両研修社員を主体とする人材育成の場として、大宮グローアップスクエアがオープンし、基礎学術、安全作業、研修技能、脱線復旧の、 各4訓練所が設立され、社員のスキルアップに役立てられている。2007年10月14日の鉄道博物館オープンに合わせて、徒歩で博物館へ向かう利用者などに対し、大宮駅から鉄道博物館への徒歩のルート上にある道路、通称、高期部前通りに面したセンター、本所外周西側の沿道整備を行った。沿道には、 三カ所のレールワイガーデンプロムナード、レールウェイガーデンプロムナード以下、RGP を設置し、三カ所の RGP のうち一カ所は、センター本所内の施設を見学できるエリア、二カ所は、車両が保存されている。また、外壁に、JR 東日本の保有車両の写真と、解説パネルを展示している、下の画像を三。なお、保存車両の詳細は、後日の保存車両の項を、参照。 センター本所のこれまでの歴史、遠隔を時代ごとにまとめたものを書きに示す。なお、東大宮センターの歴史、遠隔については、工術の東大宮センター、東大宮奏車場東大宮センター、東大宮社場の歴史の項を参照。工場開設当初の主な業務は、客車や、貨車の修繕、補修であり、蒸気機関車の製造も進められた。 国有化後は、蒸気、電気機関車の検査、修繕を主力に、蒸気、電気機関車、客車の製造も行い、昭和初期より、ディーゼル機関車及び機動車の、1950年、昭和25年に、電車の検査、修繕を開始した。1957年、昭和32年には、交流電気機関車、ED451 の修繕も行った。 戦後の電化の進展により、1968年、昭和43年10月までに70年にわたる、蒸気機関車修繕は一度幕を閉じた。しかし、その修繕の経験と歴史が、SL 魂として、研修関係者に引き継がれ、他の車種の修繕技術向上に役立ち、現在にも生きている。民営化後も、電車などの製造も行ったが、その後、車両製造は、 車両メーカーに、車両解体業務は、自社化の車両工場に譲り、現名称後は、電車の検査、修繕を主力として、その他改造業務や、SL 魂を活かした、SL 復元工事とその後の検査、修繕を行っている。と検査完了の日付が書き加えられる。センターの組織には、所長以下、計画部門の部署が総務課、生産管理課、計画、 工程管理、外注などの担当、品質管理課、事故防止、保全指導など、技術課、技術開発、教育、改造などの4課、現場の施行部門の部署が、車両検査課、出場検査、校内入れ替え、東大宮センターの管轄、校内試運転などの担当、車体1課、台車、臨時区など、車体2課、車体、改造業務など、車体3課、 電気機器、空性機器の4課と8課体制で組織されている。車両検査課には新幹線プロジェクトとして新幹線電車の不具合対応や新幹線関係研修社員の教育を受け持つチームが技術課の下には台車、臨時区技術センターが属している。現在センター本所の業務は大宮支社、高崎支社などの新系列255系。 e 2 5 9系など及び従来系列車両2 1 1系2 0 5系1 8 5系などの検査、修繕、改造、作業後の試運転、臨時的な業務に蒸気機関車の車体復元などを担い、2006年3月に鎌倉総合車両所、現鎌倉車両センターの工場機能の廃止に伴い、首都圏の特急車両のメンテナンスが 当センターへ移管となったため、多様な車両を取り扱っている。日本鉄道及び国鉄時代は、検査、修繕は蒸気機関車や電気機関車を主力に、ディーゼル機関車、客車、機動車も担当。その中で、車両製造も行われ、国産初の電気機関車、ED40 型や D51 系蒸気機関車、客車を製造、機動車では、特急、 20日に運用された、キハ81系の緊急改造工事などを担当、キハ181系の研修、工場の技術レベルの域を集めた、ガスタービン試作機動車キハ391から1の製造も、今日、客車ではお座敷列車や、サロンエクスプレス、東京などのジョイフルトレインへの改造も、積極的に取り組んできた。また、車両解体業務も行っていた。 民営化後は、電車、機動車、客車の研修業務と、車両解体業務を引き継ぎ、電車や、客車の製造もした。その後、車両製造は、メーカー製造へ譲り、機動車は、相模線や、八甲線など周辺各線区の電化が進むと同時に、配置数が減少したため、八甲線、八王子駒川間が電化された1996年をもって、 機動車の研修を終了し、以降は残る各線の研修業務を、郡山工場、現、郡山総合車両センターに移管、客車も波動用車両や、ジョイフルトレインの廃車、寝台列車の縮小といった要因で検証したことで、当センターでの担当客車は少なくなり、車両解体業務も長野総合車両センターに移管されたことにより、以前と比べると業務は、電車の検査、修繕、 改造などに特化されている。現在の本所業務について項目別に下記に示す。センターでは、新保全体系と従来の保全体系の下で検査周期を設定し、これに沿って検査修繕を進めている。なお、検査の詳細は、日本の鉄道車両検査の記事を参照。新系列電車、255系、E257 系。 E259 系など、や205系5000番台がこの周期で行う。電車、蒸気機関車、客車3車種別別の周期となる。当センターにおける検査担当地域を車種別に示す。これまで各種の改造工事を実施してきたが、主な改造工事を下記に示す。その他、EB 装置取り付け、先頭車改良が高ぶ追い取り付けなど多岐にわたる。 東大宮センターは JR 東日本東北本線、宇都宮線、とろ東、大宮間にある東大宮総車場構内に下部組織として新設された車両検査科管轄の車両基地である。名称は大宮総合車両センター東大宮センターだが、その管轄部署から大宮総合車両センター、車両検査科東大宮センターという通称がある。なお、 東欧項目では、校内に設置されている、社員訓練施設の東京、大宮総合訓練センターについても記述する。東大ル奏車場は、1969年4月に新設され、当初は、小グ客区東大ル発出所として、優等列車の大白整備事業検査を行い、東北、高崎線の中距離電車の基地として使用され、開設当初は、車両無配置基地であった。 2006年3月に車両配置区所となってからは、西日本旅客鉄道 JR 西日本の後藤総合車両所出雲支所と、共に JR では数少ない特急系車両専門の車両基地となっている。同所への出入場は、東北本線の線路から直接分岐するのではなく、大宮駅構内から単線の回送線が伸びており、 トロ駅の先で本線から離れていく。基本的に、大宮駅地上各ホームは、配線上折り返しができない構造のため、宇都宮、高崎線の回送列車や11番線に入る、大宮駅が終点の成田エクスプレスなどの新宿方面からの列車、武蔵野線から来る大宮駅の武蔵野号・下尾佐5、他の武蔵野線経由の臨時列車は、 ホーム到着後は改装線へ入り、東大宮センターまで改装され折り返している。設備は、着発線3線、線上線4線、引き上線4線、収容線19線、特に収容線は一部を除き肉構造になっており、1区、2区ともに15両編成の車両を収容できる有効長を持っている。そのため、着発線に近い一区側を定期運用や、 当日の臨時列車に使用する車両が収容されるが、2区、側は長期間の止め置きや配置前の新造車、廃車予定車両の疎開改装や転用などで、改造工事を受ける車を一時留置する場合が多く、見受けられ、一時期浦和電車区、現、埼玉車両センター配置の209系や勝田、車両センター配置の415系などが、同走車場に留置された時期もあった。 2013年3月16日に研修棟が新設され、配線の一部が変更されている。また、校内南東側には、東京、大宮総合訓練センターが設置されている。同所の業務は、配置車両の交番検査、機能保全検査や仕業検査、異常事態を、車両の清掃、列車の折り返し作業、操車場校内の入れ替え作業などを、 車両検査化管轄の下で行っている。国鉄時代の1968年10月のダイヤ改正において、東京北口の大幅な輸送力増強が計画され、東北、常磐、高崎、上新越線方面の中長距離旅客列車及び、東北、高崎線の通勤電車が増発によって、奥客車走車場、奥客車区 オグ車両センターの収容能力では対応不可能と判断され、大白基地を新設する必要が生じたため、1969年4月に設置された。分割民営化後、2001年4月の大宮支社発足に伴い小山電車区の下部組織となり、同電車区東大宮発出所となり、2003年1月に当時小山電車区所属の189系、 綾野の常駐基地とした。その後、組織改変に伴い小山車両センター東大群発出所へ解消。2006年3月の組織変更で、当センターの下部組織とされ、東大宮センターに解消された。この際、高崎車両センターと小山車両センター配置者の一部が転入し、新たに車両配置が開始されたことにより、自社他の車両基地同様の業務が行われるようになった。 2019年4月1日現在の当センターにおける配置車両は以下の通り、以下に示す車両はすべて電車で、現在の配置車両はすべて特急系車両である。185系0番台、200番台、137両、251系40両、253系1000番台、12両、E257 系9両、 六百五十一系千番台、四十九両、百八十三系、百八十九系、東大宮奏者上構内南東側に設置されている JR 東日本の東京支社、大宮支社の駅、運転、保安系統に従事している社員を対象とした総合訓練施設である。構内にある総延長六百六十メートルの訓練線には伏線線路と 単線線路、分岐器、駅設備、青葉駅、山彦駅、浅比駅、信号設備があり、センター内の建屋には運転操縦設備、運転シミュレーターが設置されている。使用車両は、初代が百一軽電車の改造で、2代目が百三軽電車の改造で、2008年より、新系列車両投入と、新たな保安装置が導入された現状にマッチした20、209。 軽電車改造の訓練車に両編成。種車は、元裏37編成のモハ二20 209.208から76、湘南電車カラーを身にまとう。2008年3月27日に、長野総合車両センターから、公主輸送されたを3代目として導入した。また、センター南端には雲屋143から21、補機2両も見ることができる。駅一覧、日本鉄道時代から、 鉄道省、国鉄、そして民営会構も、自社内の車両製造を投稿場で実施してきたが、1994年10月以降は、1999年4月8日のカハフ e ー26から1の申請を除き、ニーツ車両製作所、現、総合車両製作所ニーツ事業所で行われるようになった。下記に、車両製造した実績を示す。下記に、 東大宮センターを除く、センター本所内などに保存されている車両を場所別に示す。各車両に突起事項がなければ、2017年4月1日、現在で確認されている車両。は、JR 貨物大宮車両所内の車両。車両ではないが、スポーク車輪と e f 5 8五5 4のナンバープレートをコンクリートに埋め込んだモニュメントが、 センター本所内の EF6313EF6047 の左横に置かれて展示されている。これらの車両は原則非公開の車両。これらの車両の一般公開実績については、鉄道の町大宮鉄道フレアイフェアの記事を参照。ED1610 については、2015年2月頃、解体されたと判明。e f 1 5 1 9 2及び、 EF8036 は、当項目の冒頭以降の2017年内に、両機ともに解体された、詳細な月日は不明ため、口述の過去に保存、留置された車両を減損しない車両、解体などによるの項目に記述、保存者ではないが、センター内の訓練施設に留置され、使用されている車両を示す、 区派209から7、区派205から1、もハ204から1、もハ205から1、過去あたりセンター本所内に保存、留置された車両を下記に移動した車両、よそで現存中、現存しない車両、解体などによる現在鉄道博物館に展示されている車両の3項目に分けてす。所在時期や撤去、解体時期については、突起がなければ不明の車両、 判例、EF65535、雲波4054、ED164 40、ED1610、EF15192 ED、EF5865、EF5893、EF58125、EF6510,EF6559、EF8036、 ef8124、もは113.112から1506、くもは300から4、百七422174、三二432249.2359、九総301、ed171、ed4010 ED、e 五 f 5 8 8 9 ED13-1、クモハ4074、クハ103から713、その他、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。